それではですね、本日お待たせいたしましたけれども、日米研究インスティテュートセミナー、本日のセミナーを始めさせていただきたいと思います。私本日の司会を担当しております、東京大学法学部の久保と申します。で、本日のタイトルは、現代アメリカ政治におけるイデオロギー的分極化と超党派主義、ということであります。で、こちらのまず説明で、USJI というのがありまして、それは何であるかというと申しますと、あそこにあります US Japan Research Institute という、一応そのアメリカ の、 法人格を取得した団体でありまして、あちらの税務当局の言葉で言うと 501C3 という、そういうカテゴリーの団体であります。で、これは今日早稲田大学から事務局の方が何名かいらっしゃってますけども、早稲田大学をはじめ、それから慶応、それから京都立命、そして東京大学の5つの日本の大学が一緒になって作っている、そのワシントンにおけるシンクタンクということになります。で、そのインスティテュートにおいて、プロジェクトを走らせているわけですが、そのうちの一つが、この現代アメリカ政治におけるイデオロギー的分極化と超党派主義に関するものであります。本来は USRJI なんでしょうかね、なんか USRJI だとアメリカ人が覚えてくれないというふうに、豪大使が強く主張したんですけど、USJI だということであります。ちなみに、今日のアジェンダはこちらの方でちょっと見にくいかもしれませんけれども、写されておりますけれども、この両端の、動物は何であるかと、なかなかそうは見えないかもしれませんけど、皆さんのことがあって、右側はあれは一応象でありまして、共和党のシンボルマークであります。アメリカ政治をやっている方は、常識としてご存知かもしれません。これは、ローマで一応民主党ということで、民主党、共和党のそれぞれのシンボルマークを後ろに貼って、一応雰囲気を出しているつもりであります。であと、この研究会は、アメリカ政治研究会の協力を得ています。アメリカ政治研究会というのは、1980年から始まっている、そして関東在住のアメリカ政治の研究者を中心とした、一種勉強会組織でありまして、2、3ヶ月に一度の研究会を、現在も行っております。もう一つは私が代表になっている、文科省の科研費のプロジェクトの何ですか、での研究会という形も取っております。で、趣旨はアメリカの政治において、非常にイデオロギー的な分極化が顕著である、それは保守リベラルの間で、顕著でして、それはいろんなところで観察することが、できます。で、ただ、で流れからするとかつてはもう少し超党派的であったのが、現在ますます分極化しているというのが基本的な流れかと思いますが、ただじゃあ超党派的な部分がなくなったかというと、必ずしもそうではないだろうということで、そういった側面も見る必要があるのではないかということであります。で、組織としては例えば、議会にあります、コングレッショナル、バジェットオフィスでした。割とそこは超党派的に運用するという形で、残されているかと思いますし、で現在頻繁に新聞に登場する米国議会での予算交渉ですね、これは、連邦政府の債務の上限が、8月2日で来てしまうということで、まさに今現在交渉中の、何て言いますか、予算交渉なのですが、しかしでそこではギャングオブシックスとよくアメリカでは言っていますけれども、超党派の上院議員が中心となって、なんとか、超党派的な、妥協を、成し遂げようとしています。あるいはイラク撤退の時にも超党派の委員会が、設置されたりしています。そういう形で、アメリカ政治の中でも、超党派的な部分、あるいはその試みというのはなくなったわけではないので、そういった側面も合わせて捉えようとするのが、今日の、セミナーであります。本日 の、 報告者はもうお手元に皆様に案内が配られてますので、簡単な紹介にとどめますけれども、まず国会図書館の、広瀬淳子さんにアメリカ連邦議会の党派制、特に上院についての、お話を、いただく予定であります。
その次に今ジョンズ・ホプキンズ大学で研究をしている平松彩子さんに議会の中でのイデオロギー的な議員連盟、あちらでフォーカスといいますけれども、それについてお話をいただく予定です。で、新しいところ、ティーパーティーなどについても少し触れてくれるのかなという感じですけども、今まさに先ほど私がお話した予算交渉では、ティーパーティー系の議員が、妥協するかどうかというのが焦点の一つであります。それから今東京大学のグローバル地域研究機構の助教をされている宮田さんにシンクタンクの研究をされていますけれども、そのアメリカのイデオロギー的な分極化とシンクタンクがどう関わっているのかということについてお話をいただく予定であります。それから最後になって恐縮ですけれども、今イェール大学で研究している上川さんに、アメリカでは法律の世界ですね、弁護士やその法曹界にも非常に深くイデオロギー的な進行が分極化が進行しているということについてお話をしていただく予定であります。で、お一人、一応あまり長く時間を割り当てることができまして恐縮ですが、一応20分ということで、心の中では15分で終わるといいなというふうに密かには思っているんですけども、なるべく20分で終わるようにということで、それで、4人、この座っている、私の左から座っている順にお話しいただいて、それで、もし、時間があれば私も何かコメントするかもしれませんけども、あとなるべく皆様からフロアからご質問を言っていただければというふうに思っております。それでは、今から始めたいと思います。まずは広瀬さん、ご清聴よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました国会図書館の広瀬と申します。本日は、連邦議会の党派制の特質、特に、上院の超党派制のところに焦点を絞りまして、データを中心に少し説明させていただきたいと思います。今久保先生の方からもご紹介がありましたように、最近の特に90年代以降の議会政治の特色といいますと、激しい党派対立による行き詰まりということがまず第一に挙げられるのではないかと思います。具体的には皆様もご記憶に新しいかと思うんですが、クリントン政権と共和党議会の激しい対立、財政赤字の削減をめぐりまして、長期にわたる政府窓口の閉鎖を招いたことはご記憶に新しいかと思います。それからクリントン大統領の弾劾、これもですね、歴史に残るような、政治的な出来事であったと言ってよろしいかと思います。またブッシュ政権の下では、議会両院とも共和党の時期が長かったわけですけれども、民主党をですね、非常に排除した立法過程で、これに対しましては議会の側の、少数党でありました、民主党の側の抵抗が非常に強くてですね、例えば徹底したフィリバスターなどで廃案になる法案が続出して、なかなかブッシュ大統領のですね、支持する法案が通らなかったということも皆様のご記憶に新しいところかと思います。そしてオバマ政権になりまして、下院で今共和党の方が多数派です。先ほど先生のお話にもありましたように、財政赤字をめぐりまして、今回のですね、債務の引き上げ問題の前からですね、予算をめぐっては非常に激しい対立が続いております。特にそのメディケアですねと、それから、オバマ政権の最大の立法成果ともいえます医療健保を廃止する、こういうことによって、財政赤字の削減を図ろうとする共和党と、政権民主党、それから、上院で多数派であります民主党の、非常に激しい対立が見られるわけです。ここでですね、この党派制とイデオロギーということについて、少し整理しておきたいと思います。そもそもですね、これまで特に党派制の研究につきましては下院研究が多かったわけですけれども、党派対立の原因というのは、ある種イデオロギー的な対立、それから議員の政策選考というようなことで説明されることが非常に多かったかと思います。そしてさまざま理由はあるんですけれども、選挙区の再区割りであるとか、有権者の変化、
党々からですね、両党の議員が、非常にイデオロギー的に両極化してきた、そしてそれぞれの党の議員の、政策選考がかなり均一になってきたというようなことから、党派対立も説明されることが多かったかと思います。そして、対に比べますと、さほど党派対立あるいは政党の指導部の権限の増大であるとか党派一致投票の増大ということが下院ほど顕著ではないと言われていた上院においても、非常に党派的な面が党派的な対立が激化してきたというふうに言われているわけです。ただ、この両院におきます党派対立の本質というのは少しやはり丁寧に考えてみる必要があるのではないかと思っております。で、最近出てきました、重要なですね、研究ではないかと思いますのに、メリーランド大学のですね、フランシス・レイ教授の研究がございます。で、これは上院についての、研究でありまして、上院のですね、点呼投票に関します、エンペリカルのですね、分析に基づいたものなんですけれども、彼女の分析によりますと、やはりその議会政治において、イデオロギー的な対立と党派対立というのは区別して考える必要があるんじゃないかということを、強調しております。それで、議会政治における党派対立で、いわゆるそのイデオロギーですね、で説明できるものというのはやはり上院でも半数くらいじゃないかと。で、残りの対立は、議会内における権力とかですね、資源をめぐる、対立であろうというような分析をしております。それで、これまでですね、党派制に関する研究というのは90年代以降かなりたくさん出ているんですが、その問題点といたしまして、やはり圧倒的にですね、下院研究が多いということが一つ言えるかと思います。それから上院に関する研究というのは、フィリバスターにですね、非常に焦点が集まっている。それから立法の行き詰まりにもですね、という、かなりネガティブな側面に注目した研究が多かったように思います。それで最近になりまして、2008年、こちらに3点ほど挙げましたけれども、2009年と少し包括的な研究が登場してきたという段階ではないかと思います。で、これまで比較的ですね、その下院の研究を捉えて、議会政治の特色というようなことで指摘される点が多かったんですけれども、立法過程というのは上院下院それぞれフォローアップというのは通らないと成立いたしませんので、やはり立法過程を一連のものとして、両院の党派制をですね、研究していく必要があるのではないかと思っております。で、そこで本日はですね、一応、両院の実態を少しデータによって分析しまして、そして少し上院の超党派制につきまして少しお話しできればと思っております。で、本日お話しさせていただきます、お手元にもお配りしておりますデータは、一応ですね、重要法案といわれるものにつきまして、党派指数というものを一応計算しまして、それに基づくデータの分析です。データはですね、97議会、1981年から、108議会、2004年のですね、データを選びまして、いわゆる CQ ウィークリー等に、取り上げられます重要法案というものを中心にデータを作成いたしました。で、重要法案をですね、取り上げましたのは、アメリカ議会をご覧になっている方は分かるかと思うんですが、議会でですね、成立する法案の大部分は実は非常にルーティーンなですね、連邦政府の郵便局の入っているビルの名前を変えるですとか、あまりそのいわゆる党派とかイデオロギーとかですね、関係のないものもかなり多いもので、そういう観点からですね、